その2でございます。吉屋さんという二条ビルにあります。音楽いいですね、聞いてください。軍艦マーチのチンドンバージョンといったところでしょうか。この二条ビル自体非常に魅力的な昭和感漂ういいビルでございます。まあ閉まってるお店も結構あるんですが、元気よくやっているお店もまだまだあります。元気な姿を見れてよかったです。まあ前回はね、緊急事態だったりなんだりで閉まってるお店が多かったので、今回こうしてやっている状態を見ることができてよかったです。お花屋さん、そして美容室でございます。アーケードからぶら下がっている看板を見ると何屋さんかすぐ分かるので、こういうのがあるとよそから来た人にとっては分かりやすいですよね。あー渋いですね、鶴屋さん。そして2色になっている壁、いいですね。この2色のちょっと色あせた感じに新しい塾の看板がある感じもいいです。歴史がありますよね、サンプラザさんでございます。これ通り抜けできるんですよ。この辺に確かプラモデル屋さんか模型屋さんがあって、昔行った記憶があるんですが、見ることはできませんでした。でそういう閉店したお店っていうのは解体されて駐車場になっているパターンが多かったです。おしゃれな看板です。このように左側ですね、おそらく解体された建物跡にこう駐車場を作った、まあ、作ったというか駐車場になっただけという感じですが、こうやって再利用しています。まあ、一度壊してしまった昭和の建物は新しく昭和の建物を建てることはできません。なのでしっかりこう見ておきます。これビルというかホテルというか、なんかしっかり全開で空いていた状態なので観察させていただきました。この階段もこの手すり、そして床に模様があるんですよ。そしてなんだ、絵画なんかもあって高級感あふれる、そして個性的な階段廊下でございます。登れば登るほど昭和らしさがどんどん出てくる建物です。ここは絵画屋さんなのかもしれません。絵とそして額縁、そして服なんかがある状態でございます。ドアを叩いたんですがね、なんかいるのかいないのかよくわからない状態でした。これは基本的な畳6畳でございます。まあ床はね、こうやって塗装を変更しているのか雨漏りなのかもしれません。学校のトイレ風でございます。もう中を見るとまあ予想通り和式ではあるんですが、トイレをすることはできませんでした。2階そして4階どんどん観察してまいります。こう床ちょっと変わってますね。こういうデザインなのか剥がしたものなのか、もう雰囲気的に剥がしたっぽい感じがします。あ、これ擦り切れてますね。この擦り切れてる感じもいいんです。天井かなり水漏れなんでしょうね、このブルーシートはおそらく。まあ似たような、畳6畳のすりガラスの扉の部屋がありました。まあ、作りは2階3階4階あんまり変わんないんだと思います。やはりね、トイレこそ昭和なんだと思って入ったらトイレじゃなかったっていう話で、これ2段ベッドなのでしょうか、社員さんとかがここで寝泊まりしていたのかもしれません。これ以上上に進むことはできませんでした。壁なんかもね、かなりこの小豆色と白でおしゃれな感じでございます。この表示が一番おしゃれでした。表示おしゃれでいいですね。外から見ると、もともとはもっと茶色だったのではないでしょうか。このお店は何のお店なのか分かりませんでした。そして右側に進むと、北見一条郵便局があります。その隣にもね、着物屋さんだったり、美容室だったりありましたね。ただ閉まっているお店が、この界隈多かったです。車は通るんですけれども、通過する人がほとんどでした。この日は日曜日の昼間なので、通学する人とかはいませんでした。というのと、まあ、日曜休みで買い物をしに来た若者っていうのも、一人も見ることはできませんでした。ただモスバーガーは結構人がいました。角にある時計屋、渋いです。
解体された建物とかは駐車場になっていたりすることが多いんですけれども、まあ、駐車場がどんどん増えていってもお店自体にこう人が来なければね、駐車場自体も止まんないんじゃないのかなと見ていました。ただね、この昭和の懐かしい感じとか、もう作られていないようなものとかもたくさんあるので、非常に貴重なものがね詰まっています。ここは病院だったところではないでしょうか。あ、この電気なんかもね、いいです。で、菅沼さんでしょうか。もう錆びて見えない状態でした。6階まであってダイナミックでございます。この窓の中とかを見ると、もうやってるのかやってないのかとかね、なんとなく分かったりするんですけれども、まあ、よく分かりません。まあ、倉庫としてね使っていたのかもしれません。あ、この看板なんか昔見ましたね。あ、なんか札幌圏ではね全然見かけないので、ものすごく懐かしさを感じるわけでございます。まあ、前半はこんな感じでアーケード街を歩いて、この後飲食街を歩くわけなんですが、このパルコ駐車場っていうのは私たち札幌市民が知るパルコではないかと思われます。昭和のジオラマに出てきそうなダイナミックな建物が結構あるんです。こういうエレベーター、ロビンソン、ヨーク松坂屋を思い出させてくれるエレベーターでございます。天井の電気なんかもね、渋いデザインがたくさんあります。まあね、この外が見えるエレベーターを見たら乗らないわけにはいきませんよね。乗って景色を楽しむと、こうやってね北見の魅力を発見してまた来たいと思うわけでございます。まあ、そのためのエレベーターだと思うんですけれどもね。この針はカラスよけなのか転落防止なのか、まあおそらくどっちともの理由だと思われます。昭和の飲食ビルの地下ってすごいファンタジーと怪しさがあってね、私非常に好きなのでございます。で、このポールスターのネオン、これがね私の北見のビルの中で一番好きかもしれません。で、正面から撮らせてくださいと向かい側のホテルにお願いして撮らさせていただきました。これオリジナルだと思います。そしてこれネオンじゃないんです。おそらく破損してこう取り替えたか、もともとこうだったか、でも新しいから取り替えたのかもしれません。ただネオンの材料がなかったのかもしれません。これ向かい側のホテルからお願いして、撮らさせていただきました。で、さらにですよ、外の見えるエレベーターに登って目の前から見ようと思ったんだけれども、6階と7階をちょっと間違えて上に来すぎたんだけれども、景色が非常に良かった状態でございます。で、下を押そうと思ったんだけれども、開いてみた扉の上、このシャンデリアがめちゃくちゃかっこよかったから何のお店かなと思ってみたら、普通のクラブだった感じですね。まあ、レストランか喫茶店みたいな、雰囲気があったんですけどね。で、一つ降りると目の前からこの電球を見ることができます。黄色い塗装に黄色いライトが映えているっていうところっていいですね。これ、わあ、これダイナミックです。この電球の量も北海道随一なのではないでしょうか。こういうねビルにあるやつでね。で、ちゃんとマットもオリジナルのやつがあってめちゃくちゃかっこいいビルです。そして前回、暗い状態で見たときはちょっと怖い雰囲気がありましたけれども、昼間見るとねやっぱり昭和の暖かい感じがあります。で、横塗装が旧塗装だと思います。正面のグレーが新塗装だと思います。横は塗らなかったんでしょうねと思って見ていました。これ前回も出ましたよ、このスカイビル。前回の北見夜バージョンは説明欄にありますからね、そちらも見てみてください。夜は夜でねライトが光っていて、それはまたかっこいい姿を見ることができます。8ビル、あ、これね外からしか見ることができなかったんですが、今回はねしっかり観察いたしました。このネオン入りたくなりますよ。そしてこの湾曲した窓、そしてエレベーター、このポールの端の丸い部分とかね、こういう凝ったデザインが詰まっているビル、それが8ビルです。この正面のビルもねさっきのスカイビルでございます。
さっきとは違うエレベーターなので違う景色を楽しむことができます。おお、これはいいですね。屋上に行ってみたい。屋上どんな感じなのかね、設備とか見てみたいです。でポンとあるのがカメラ屋さんでございます。この看板、カメラ屋さんをカメラで撮ると、まあ、私のはスマホなんですけれども、あ、この縦長いボール北見、あ、これはかっこいい。そして横にボーリング場の横に映画館ですかね、東宝ビル、映画館じゃないのかもしれません。東宝といえばね、映画館ですから。そしておしゃれな結婚式場だと思います。車もね、おしゃれでございます。ただその周辺は結構ね、昭和の懐かしい建物で固められている感じでございます。いいですね。あ、歴史あるな。自転車置き場なんかもね、歴史がある。遠くから見たパチンコ屋さん、これはやってないですね。やってないのかな。定休日ってことはないと思うので、やってないと思われます。あ、いいですね。レインボーのネオンでございます。アーケードの下に入ってしまうと2階より上を見ることができないので、こうやって離れて見ることを、アーケードを見るときはね、おすすめします。あ、この一番上のとんがってるところのデザインがいいです。これは結構有名なライブハウスではないでしょうか。ヘビーメタルバンドの人たちもなんかここでライブをやっていた、記憶があります。お、歴史ありますね。でこのまんま上を見ると吹き抜けになってるんですが、まあ有名なバンドが来たらね、ここ場外まで並んでいたのかもしれません。これやってませんでした。リビエラさんでございます。昭和のいい建物がたくさんあります。しかも北見は広範囲にわたって広がってますから、行けば行くほど新しい発見があって面白いです。これ工場だったんでしょうか。で誰か見てるなと思ったらこういう服でした。石造りの建物の質屋さんなんですけれども、札幌にも石造りの建物の質屋って中島公園の近くにあった気がしたんですが、気のせいだったかな、まあ、あったような気がします。確認しておきます。それを思い出しました。これ丸ごと空き家、空き物件でございます。もうこのようにね、剥がされている感じです。北見駅からちょっと歩いたところですね。これは銀行だったと思いますが、別な場所に移転したんですが、こうやってね、懐かしい姿を見ることができます。その銀行の宿舎、信用金庫ですね。別館って書いてますけど、こっちも施設があったりなんだりして、もう誰もいない状態でした。もう結構錆びてる感じなんですね。この後どうなるのか注目でございます。まあ、私の予想ではボンと解体されてビジネスホテルでも建つのかななんて思います。まあ、どこにでも、ね、あるようなビジネスホテルがポーンと建つ感じなのかなと思います。その土地にしかないような建物っていうのはこれからあまり建たなくなるのかなというのを私は予想しております。これは初代ディーゼル特急大鳥でございます。キハ82です。おー、ここまで来てましたからね。まあ、今回は北見のアーケード街昼バージョンでございます。なかなか面白い昭和がたくさんありましたね。ありがとうございました。